右上げて左上げて、右下げないで左下げる、右上げて左上げて、右下げて左下げて、両方上げて右手上げて左手上げて、楽しそうにして。はい、こんばんはピース、こんばんはワンピース。さてさてさて、今日はですね、はい、いろんな紹介があります。今日はもう原作周りの紹介しなきゃいけないこといっぱいあるんで、そうだ、パパッといっちゃいましょう。イエーイ。はい、一番最初に紹介するのはこちら、ドン、ダダン、ワンピースマガジンボリューム8です。紫紫紫紫。さて、今回の見どころは何でしょう。もうね、はい、これですよ。これ、大人も子供もワンピース世代っていうね。もうね、すごい超豪華。まあ、まずね、小田さんの、ね、夢の一枚の書き下ろしももちろんあれば、なんと53人の著名人の皆様にいろいろアンケート聞いてるんです。すごくない？割と言うまでワンピース関連で聞いたことない人もいるよ。うん、すごい人いるよ。博多華丸大吉さん、うんうん、ロンブー田村さんとか、佐久間 P、 あとヨーキングさんとかね。バックナンバーいるやん。バックナンバーもいるし、イグジーっている。そう、僕の大好きなハロプロもね。ヒカキンもいるな。いますね。そう、あと岡本ずんのショウ君とかね。すげえじゃん、香川真司いるじゃん、やば。あと小田さんが推してるジェラードンとかね。はい、まあこういう感じでね、ものすごいメンツが、すげえ、うかきアナとかね。そう、もう本当に幅広い世代の人と幅広いもうジャンルのタレントの皆さんにアンケート答えいただいてます。ありがとうございます。もう読み応え抜群、はい、で他にも3000人にアンケートしたっていう、ワンピースのね、うん、どこが好きとか、うん、そういうのがあるんですよ。どこだ。見つかれ。見つかれ。これです。3000人全世代アンケートっていう。おー、すごい。僕らがワンピースを好きな理由、で、あ、こうなってんだね。そう、ワンピースで好きなキャラクターはとか、どの世代の人がどんなの好きなのかとか、ね、結構ね、あのね、みんな違うんで、統計情報、そう、ぜひ見てほしいです。これも面白いですよ。面白い面白い。そうで、ワンピース学園もあるし、あのみんな大好きなノートコレクションもあるし、もう情報いっぱいあるし、もうすごいよね。今回そう、割とガラッと雰囲気変わりましたね。変わりましたね、今回ね。いい、分厚いし、そのなんか、うん、俺一応読んでたけど、その今年のワンピースの動きレポートみたいなのって、そのコスプレサミットの話とか、うんうんうん、あ、スタンピードの話とか、いろいろ言って、そういうまとめも嬉しかった。確かに。俺の机。はい、気を取り直しました、はい、なんと、ノベルもですね、新しくなりまして、はい、ヒロインズというのが始まっております。かわいいな。そう、今回は波編ですね。で、諏訪さやかさんに書いていただいて、素晴らしい。波、かわいいんですよ。でね、挿絵もね、いっぱい入ってるんで、うん、本当だ。そう、絵も楽しめるし、文章も面白いし、お前や、読み応え抜群のノベルも入っております。はい、はい、そんなワンピースマガジン大好評発売中です。発売中。イエーイ。はい、続きまして紹介するのがですね、噂の明日発売、お、夢カードインデックスセット、イエーイ。出たよ。はいはいはい。ちょっとあの、これ手元に僕がインデックスセットがなくて、切り見本っていう、まだ見本なんですね。見本の状態なんですけど、はい、まずあのこういう風なですね、インデックスシートというのが10枚ついてきます。ピコッとなってますね。はい、ピコッとなってて、要はこれを、いつもバインダーに挟んでいただいて、はい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 、ここの出っ張ってるところにシールを貼ってもらうんです。カスタマイズシールがついてるんで、カスタマイズシールで皆さんの好きなように並べられると。例えばあいう順でもいいし、海賊団順でもいいし、ね、血液型でもいいし、どこ出身かでもいいし、いろんな並び替え方ができるんで、こういうことになるってことね。そうです、そうです、こういうことになるってことです。わ、すごい。そうすると今までちょっと探しづらかったビブルカードが一瞬で探せるようになる。すごいね。そうなんです。で、裏にはこういうふうにマテリアルつって、ワンピースは世界に関する諸情報、悪魔の身の情報だったり、ね、そう、ワンピースって何なんだろうとか、そういう話は書いてあります。で、そんなシールと、インデックスシートの他に、まだまだそんなタダで終わるわけではなく、例えば、はい、こういう、ね、いいね、幼少期ルフィ、あ、いいね、そして幼少期エース、あ、いいね、そして、これはジャンプの付録についてきたルフィ太郎の改訂版、そしてゾロ十郎の改訂版がついてきます。あ、素晴らしい、ありがとうございます。という素晴らしいセット、お得ですな。はい、で、このビブルカードインデックスセットはですね、うん、発売と同時に、ウェブページもオープンします。で、そのウェブページではですね、まあ、皆さんのこういう風に並び替えたいんだよなっていうのをアシストしてくれる機能がついてまして、ウェブページで例えば名前順とかっていう風にトグルをやると、名前順に全部のカードがパンって並びます。並び替わるんですね。はい、並び替わる。エクセルみたいなことですね。そうです、そうです。で、
それを印刷できるんで、それを見ながら並べ替えていけばいい。便利。そうだからインデックスと合わせて使っていただいて。すごいですね。そうすっごい便利なインデックスセット。ユーカード保管できるね、はい。明日発売になっております。すごい豪華仕様。一緒に買うしかないね。そうですね。これはね。はい、ぜひぜひお願いいたします。あ、嬉しい。はい、そして最後に紹介するのがですね。明日発売になります。おおコミックス95巻。いやでき来ましたね。いやこれね今回やばいんですよ。桜井でもカバーがやべえもん。カバーがまずやばい。だって4個やばい揃ってるんですよ。シャンクスカバーに来たのいつぶり。確かに確かに。ネルフィーたちもねかっこいいし、ね、すごいよこんなの。さあもういよいよ打ち入りにね向かっていく麦わらの一味と、はい、そしてその裏で吹き荒れるレベリーと、うん、もうレベリーでもとんでもないことが起きてますですな。はい、そしてもうちょっとネタバレになっちゃうから言えないんだけど、もう本当にずっと前から言ってたワノ国ってワンピースは何かにもう本当に根幹に触れていくっていう話をしましたが、うん、そのね触れたなって感じがすごいですね。やばいね。もうね触れ始めまくってこれぐらいいってる。そうそうそう、これぐらいワンピースにこれぐらいいってる本当に。で本誌を読んでる方はもう当然知ってると思うんですけど、うん、今もう大変なことやってます。やばいワンピース大変です。マジやべっす。はい、なんでもう今、うん、すぐワノ国編入ってほしいですね。まだワノ国編見てない方は、うん、91巻からぜひ読んでいただいて、はい、この95巻まで読めばもうやばいことが起きてるってことによく気づいていただけると思います。まあね、今読んだ間やばいっすよ。めちゃくちゃ噛んだ。ここにね追いついとかないとね、はい、追いついとかないともったいない、もったいない。本当に1週間、はい、マジでワンピースで楽しみ作れちゃう。作れるね。本当にやばいんで今もう毎週ワンピースは楽しみでしょうがないですよ。まあもうこれを読むのが俺楽しみだ。そう本当にそれです。という95巻が、はい、明日発売になります。皆さん買ってください。95巻イエーイ。はい、ワンピースマガジンに、インデックスにコミックスと紹介してまいりましたが、はい、まあ当然我々ただで告知はしません。おというわけでですね、なんと皆さんもういくつ寝るとお正月というわけでですね、ジャスラック。お正月といえば何ですか。餅。餅。他にあるでしょ。他に何かありますか。お正月といえば。お正月お年玉、うん、お年玉を使って何買いに行く。福袋。イエーイ。というわけでですね、僕らで用意しました福袋。内勤が書いてくれましたよ。大事内勤。この収益者袋に入れてお送りします。たくさんあるの。たくさんありますよ。まだある。そう、すごい。めっちゃいいもの入ってる。僕ら、ワンピース担当からの皆様への福袋。わー嬉しい。6セットあります。イエーイ。これ結構豪華よ。なんかそう、ちょっと中を見てみましょうか。見んのこれ。福袋なのに。見ちゃう。何が入ってるかは本当皆さんのまあなんだろうね、瞬間停止してみる。なんだろうね。瞬間停止。お、今ピッピッてやれば一瞬見えたかもしれない。確かに、ね、確かに、ね、これはいいよ。それは あとこれとかね、これとかね。同じの出してる。見てなかった。しょうもな。あとこういうのとかね、とかね、こういうのとかね、とまあ最低でも最低でも5点以上グッズが入ってるんで。素晴らしい。原作グッズもあればいい、ね、アニメグッズもあって、いいね。もう本当にめちゃくちゃ豪華な福袋を用意しました。いい、すげえいいな。どれ欲しい。これいいな。これいいよね。ほらこれいいな。これうーん、それいいな。ちょっと欲しいな、みたいなね。こういうのもあったり、あとね、あ、そうそういうのとかね。これね、細いものも入ってるとかね。そううわ、というね、めちゃくちゃ豪華な福袋セットを、はい、6名の皆様に6名、はい、プレゼントいたします。素晴らしい。はい、で応募の方法は、いつも通りです。この動画の後に、ツイートいたしますので、そのツイートを A 一郎スタッフ、僕らのワンピース公式アカウントをフォローしていただいた上で、フォロー&リツイートをお願いいたします。あるいはこの YouTube チャンネルのこの動画にいいねを押してチャンネル登録して、コメントでなんか思いを書いていただいて、95巻楽しみですとかね書いていただいて応募完了となります。で、皆様の中で、抽選で6名様にこの豪華福袋セットをプレゼントします。イエーイ。さて、僕らも今年結構いろんな動画を配信してまいりましたが、はい、
おそらくこれが今年最後の動画配信となると思います。いよいよ年をだね。本当よいよ年をですね、うん、もう今年はいろんなことありました。本当ですね。ね、本当映画もあったしね。そうそうそう、ね、クワントの TGC とかもねありましたね。行きましたね。うんうん、でサミットもあったし、ね、そう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 、あとね、産地層とかソップ層とか、ね、ありました。除幕式もあって、ね、うん、まあいろんないいことがありました。はい、楽しかったですよ。そうそう、楽しかったです。原作も大盛り上がりで、はい、そういい年だったんじゃないかなと思います。そんな内藤レッキーさんは来年の目標は何ですか？目標は…目標はチョッパーになる。気持ち悪い。嘘だよ。来年の…ガッチ目標は、あ、来年はね、英語を喋れるようになる。あ、英語を喋れるようになる。もう喋れなさそうだ。英語を喋れる。英語を喋れる、はい、英語喋れるようになるなります。お、じゃあ頑張る。来年はもう英語で配信しますね。はい、彼が英語配信する。はい、ハローメンズ。ハローマイメン。やばそう、やばそう。はい、なるほど、いい目標ですね。オッケー。じゃあ、じゃあ高野ジムは目標は何なんですか？高野ジムの目標はですね、はい、やっぱりジムっていう名前がついてる割にお腹が出てるんで、バキバキにしますよ。バキバキに？バキバキにしますよ。ゾロぐらい？もうゾロぐらいになるんで、夏になったら僕上裸で配信しますから。上裸配信。その英語と上裸の配信最悪じゃない？この方や英語でハローとか言ってて、俺も上裸っていう。ずっとこうやって狂気ピクピクさせてるっていう。This is 高野ジム。ジムジムジムして、はい、やばい配信が見れると思うんで、来年もまたよろしくお願いします。よ、はい、じゃあ今年も、大変お世話になりました。さようなラフテル。ラフテル。来年もよろしくね。よろしくね。